普段生活している場所に火災、地震、日常生活事故の危険性が潜んでいる場合があります。この動画では高齢者や障害者の住宅で特に注意すべき危険性とその危険性を軽減する対策方法について紹介します。高齢者や障害者、その支援者の方はこの動画の内容を共有し居住環境の安全化を進めましょう。高齢者の死者が発生した火災で出火原因の上位となるのはタバコ、ストーブ、コンロです。高齢者の住宅では特にこれらの危険性に注意する必要があります。まずはタバコです。灰皿に吸い殻をためる、吸い殻を直接ゴミ箱に捨てるなど排気状況が悪いと火災につながる恐れがあります。喫煙する際は灰皿を準備しましょう。灰皿に吸い殻をためてはいけません。水をかけ完全に消火してからこまめに捨ててください。火のついたタバコを手に持ったまま歩き回ってはいけません。寝タバコは大変危険です。絶対にしないでください。タバコを吸いながらのうたた寝も大変危険です。次にストーブです。ストーブが原因で死者が発生した火災では電気ストーブによるものが多くなっています。ストーブの周りに燃えやすいものがあると接触して燃え出す恐れがあります。布団や洗濯物、生活用品など燃えやすいものを近くに置いてはいけません。外出時には必ず消してください。就寝中に布団が接触して出火する事案も多く発生しています。寝る前に必ず消してください。次にコンロです。コンロの周りに燃えやすいものがあると接触して燃え出す恐れがあります。コンロ周りは整理整頓しましょう。油などの汚れは定期的に掃除しましょう。調理中はコンロから絶対に離れてはいけません。着衣への着火を防ぐために鍋底から火がはみ出さないよう調節しましょう。応援品のエプロンやアームカバーを使用しましょう。住宅用火災警報器についてお話しします。住宅用火災警報器は火災を早期に発見して居住者に知らせるものです。住宅用火災警報器を設置していないと火災に気づくのが遅れる危険性があります。東京消防庁管内では火災予防条例によりすべての居室、台所、階段に設置することが義務付けられています。まだ設置していない場合はすぐに設置しましょう。すでに設置している場合も電池切れや故障などで動かなくなる場合があります。設置から10年を目安に本体を交換しましょう。家具点対策についてお話しします。家具点対策とは家具類が転倒、落下、移動しないよう対策をすることです。家具点対策をしていないと地震によりタンスなどの家具類が倒れ怪我をする恐れがあります。クローゼットや収納家具などに荷物を集中的に収納して家具を減らし、リビングや寝室など普段過ごす場所に家具類を置かないようにしましょう。家具類を出入り口付近に置かないようにしましょう。倒れても安全な向きに配置するなどレイアウトを工夫しましょう。対策器具等を使って動かないように
家具類を床や壁等に固定しましょう。物が落ちてこないように家具類の上に物を置いてはいけません。最後に日常生活事故の危険性を見ていきましょう。日常生活における高齢者の事故の中では転倒により救急搬送される方が最も多くなっています。家の中の小さな段差や階段で足を取られて転ぶ恐れがあります。階段には手すりを設置しましょう。足を取られそうなコード類を歩行の邪魔にならない場所に移すなど、床の整理整頓をしましょう。危険性や対策についてさらに知りたい場合や、消防職員が住宅を訪問し危険性のチェックを行う住まいの防火防災診断が必要な場合は、お近くの消防署までご連絡ください。